ン茶とか紅茶は収穫してきた葉っぱをああいう生葉コンテナには入れずに風を送らないでその生葉を管理して、でちょっとその室内で胃腸を刺しますね。でその胃腸を刺してちょっと水分が飛ぶんですけど、それをまあこの竹の攪拌機って言うんですけど、これの中に入れてこうゴロゴロ回すことでこう葉っぱと葉っぱをこうねすり合わせて、胃腸を刺して発酵促進させていくっていう作業をまず、これで1時間とか2時間とか葉っぱの水分量によってやっていって、で胃腸を促進させて次に釜入り機に入れていきます。でここに入れてる全部が入らないんですよ、なのでちょっとずつ入れていくんですけど、まあ、これで大体7分くらいこう釜入りをして、その釜入りをするというのはその葉っぱの持ってる水分を蒸気に変えて、まあ、蒸すようなやり方ですね。それでさらにこう米そこで半発酵ですと、いう工程ですね。で紅茶の場合はこれを使わずにこの吸引器に入れるんですけども、ウーロン茶も紅茶もこれ使うんですけども、まあ、ここで入れてこう揉み込むことによって、まあ、水分も出ますし発酵がこう。その買ってきた収穫してきた茶葉の水分具合とか見ながら、ある程度やっぱ水分を飛ばさないと発酵してきませんので、それをまあ見ながら、今の時期でしたらあまり水分がないので1時間とかでいけますけど、まあ水分が多い5月とか6月の葉っぱでしたら、まあ1時間半とか2時間ぐらいすれば、なんかいい感じにこう手触りしなくなってきて、やっともう感覚というか、そうですね、でまあ匂いもスパッと出しますので、だいたいわかる。うちはだから、ほんまに手で触ってみるとか、そういう機械だけに任せないというような、まあ、製造の仕方を、まあ、未だにやってるというか、この、ね、お茶の葉っぱ、収穫してきた葉っぱによっていろんなお茶ができますのでね、世界を通すのも同じ設定ではやっぱり、やっぱりより最適なやり方っていうのも今回あると思うので、まあ、それがやっぱり見極めるのはこう長年こう経験してきたりで、手でこう見るっていうのが一番ね、やっぱり分かりやすいので、分かるんですごい共感しました。私も結構おばん茶と言われる昔ながらの、まあ、おばん茶ですね。で
それはあのほうじ茶とかと違って、すごく味がちょっと薄くて、まあ、刺激が少ない。ほうじ茶に比べるとすごく刺激が少なくて、まあ、子供さんとか、老人さん、老人向けとか、まあ、病院とかで、出てくるようなほうじ茶の、原料ですね、それを、まあ、作って、はい、そうですね、やっぱりこういうものより抹茶の原料、まあ、花球菌の抹茶の原料とかに葉っぱがどんどん使われているので、昔ながらのこういうものはどんどん減ってますね。